どうもこんにちは、うぷ主カッパ工房です。今回は前回の続き、折尾から筑豊本線福北豊線のことですが、全面展望になります。この時鹿児島本線が、5分か10分ぐらい遅れて、当然こちらも乗り継ぎですので5分10分遅れて発車しています。まもなく折尾を失礼しました。遠賀川を越えます。
筑前植木駅は比較的大きな駅のようで、乗降するお客さんも何人かいました。プライバシーの関係で乗降するお客さんの様子は撮影していません。機会があれば駅前の様子を撮影したいと思います。小さな鉄橋を越えます。遠くの方の山々は博多方面ですかね。こちらは左側に行くと、おそらく北九州市小倉南口山の西側になりますので、そちらかなと思います。まもなく直方です。JR 新入駅のデータが飛んでしまってて載せられませんでした。申し訳ありません。JR 直方駅到着しました。園さんが交代しています。許可をもらってないので顔は撮影しておりません。女性運転手さんもおられるようですが、この時は男性から男性への交代でございました。むっちゃくちゃ細かい文字で書かれていますが、時刻表の端末にある失礼しました、運行約款を読むと、遠回りで目的地へ行くというのもありなようです。運賃は変わりません。今回の場合で言えば、折尾で降りずに博多に行くのに、直方飯塚を回って笹栗線経由で博多というのもいいかもしれませんよ。景色が楽しめると思います。ここから平成筑豊鉄道で向かいます。横橋方面に行こうとしていますけれども、ここで大きな間違いしています。横松から
カード使えるんですかね。カードって、ね、IC カードですか、ね、IC カードクレジット、クレジットは現金です。あ、現金だけ570円。平成筑豊鉄道平筑の乗り継ぎは同じ駅舎の1階と2階で便利なのですが、乗り換えで失敗してしまいました。ご当地行きに乗っても田川井田で、田川井田で乗り換えたらいいみたいですね。目的地は今川かっぱという行橋の3つ手前の駅です。今川かっぱ、これは地元の人でも知らないかっぱの像があると思います。ご視聴ありがとうございました。今川かっぱは次回リベンジしようと思います。次回は直方田川ご当時間の全面展望です。